こんにちは、ひだのりです。今日もですね、元気に枯葉をやっていきましょうですね。今日はですね、昨日の、3度から4度、5度って言ったののですね、逆をですね、ラーソファーミファソーになりますね。どういうことかと言いますとですね、昨日申し上げたルートレス、ルート、これが D、これ D って僕らのトランペットのキーですね。レの方です。レで、D マイナーね。で、この D を消すと、ファーラードになる。ここのスケールを吹いてあげます。また、この時点だとまだ、ファーラード、この団子状態のアルペジオですね。アルペジオ。じゃなくて、スケールですね。ファーソーラーで、このまま、ファーソーラー、このまま横に行って、ソーファーミーっていうのを昨日やったんですけど、今度は今日のこの逆で、ラーソーファーで下がったから上がる隣の音ミーファーソーですね。で次はまあ一つがラーソーファーミーファーソーですね。で次の段がですねファーミーレンドンレミーになりますね。次は B マイナー、まあ B、このトランペットキーで今言いますと、B ハーフディミニッシュ。この間 A ハーフディミニッシュって言ってたのがピアノ読みなんで、B ハーフディミニッシュ。ここに C があります。で、この C があったとして消した。ということにするとですね、レミファーになります。ルートレスになると、ちょうどこの D マイナーにあら不思議になっちゃうんですね。C の音があると仮定して、ファーミーレー。C のルートレスになりますね。ここもラがあると仮定して、ほんで隠すと、アマイナーのルートレスになるということですね。ドンレミです。ファミレン、ドンレミ、二段目はですね。ファミレドレミになるんでですね。このルートレスですね。マスターすればですね、かなり実践に近づくんでですね、頑張っていきましょう。それでは行ってみましょう。Let's get it on! Alright!ルートレス、逆バージョンですね、いかがだったでしょうか。これもの伸ばしのところタラダーってただ単に棒吹きでタって伸ばしてるんだけじゃなくてですねタラって
着地点をめがけてですね、このディレクション、方向性を持ってですね、ドゥン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 っていうですね、ちょっと方向性を意識するだけでいいんでですね、意識するだけでかなり音楽的になりますんでですね、グッと音楽的になります。なもんでですね、方向性をちょっと意識していただいてですね、これはもう最初のうちから、そうやっていただく形で全然大丈夫なんでですね、ちょっと意識してみてください。今日の動画、よかったねと思っていただける方はですね、いいねボタンとですね、チャンネル登録の方ですね、あとコメントも、いただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。Two steps.